疲れ様です。いやー暑いし疲れた。はい、というわけでね、冒頭から、お見苦しいおっさんが出現して申し訳ないんですけども、なんか今日もちゃちゃっとちょろちょろっと喋って終わらそうという匂いプンプンの中でのスタートでございますが、ただいまもう夕方のね、本日2021年7月26日の午後もう19時33分ですけども、今日もですね、まあ、朝から収穫して、次の定食の準備、すき込み、それから種まき、そして定食の昨日の残り、そして今最後にね、1頭ほど防除というふうに、まあ、なんやかんや忙しかったわけですが、日中はね、もうとにかく暑いんで、最近はね、もう撮影できません。iPhone がもうストップするんでね、とにかく日中は撮影できないということで、で、まあ昨日は昨日であんな動画になったんですが、まあネタ切れという感は否めないですけども、まあネタ切れというかね、ネタはあるんですよ。確かになんぼでも、昨日もコメントでいただいたようにですね、バイクの修理したらどうですかとか、まあ、そう、ペリカンジョグのね、リストはなんかまだ、そのまんまになっておりますので、それですとか、まあ、ユンボのゴムキャッターのね、張り替えですとか、まあ、これあれですけども、ユンボ言うて実は商品名なんですよね。あれ昔、どこだったかな、小松じゃなかったかな、かどっかのそのパワー油圧式パワーショベルの商品名、ユンボがね、それがまあ代表的な感じになって、今でもまあああいうバックホーのことユンボって言うんですけども、昔のそのあるメーカーの商品名だったらしいです。昭和何年だったかな。まあまあそれはいいとして、それのまあゴムキャッターの張り替えですとかで、まあ日中撮影できないんで帰ってからね、まだまだチンゲン菜のメニューがね、実は頭の中にあるんで、それを、作ったりとか、それの紹介ということもできるんですけども、これね、もう例えば今日なんかもう7時半でしょ。で、汗ずるずるじゃないですか。で、風呂入って、それから料理作る動画の撮影、そっから編集と言ったらね、もうね、それはちょっと、さすがに、わしの体も持たんということで、仕事終わりからの撮影という気分にね、なかなかならんのんで、ちょっと、まあ、と言いながら、まあ、ちょっと、そんな感じでね、行き詰まった感はあるんですけども、そうそう、まだ昭和シリーズのね、紹介、レコード、先輩にもらったレコードなんかの紹介ですとかね、まあ、チンゲン菜からちょっとかけ離れたそういった話題ですとか、いろいろネタはあるんですけども、ちょっと今日もね、さすがに、くたびれておりますので、こんな感じで終わらせていただこうと思いますが、その、スクーター、ジョグとか、この、それのね、ジョグのレストランとか、このユンボの、ゴムキャタ交換ですとかいうのもですね、まあ、それはそれで時間がないこともないんですが、そっちの場合はね、ちょっとこっちがないんで、というのもですね、ほんまちょっとチンゲン菜の価格、もうこの近年稀に見ない安値が続いとるという、もうこれ災害級の、ほんま夏にこの価格だったらもう首吊りもんですね、って、ちょっと首吊りというワードが良くないかもしれませんが。まあでも、ちょっとね、それぐらい、ちょっといろんなところに経費かけれないぐらいね、やばい状態なんです。マジで。チンゲン菜の価格が。なのでね、皆さん、どうかチンゲン菜しっかり食べてくださいということで、今日はこの辺で
終わりにさせていただこうと思います。どうかね、このおっさんの一人喋り、のこの汚らしいねおっさんの一人喋りの動画で申し訳ないですけども、僕のことは嫌いになってもチンゲンサイなことは嫌いにならないでくださいということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また明日。ハッピーチンゲンサイ。ちょっと古かったかな。